それでは、斉藤久志監督です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、草の響きという、作品ですね。簡単にですね、草の響きの、あらすじを紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。函館に住んでいるたんですが、東京に一度出て、まあ、自律神経失調症という、ちょっと精神に、異変をきたしてある男が、結婚してる夫婦なんですが、の旦那さんが先生に走って治せ、走るといわゆる医療運動療法というのがありまして、はい、走れと言われて走って、それで治していくってだけの話なんですが、基本的には何ですかね、はい、夫婦とか友人とかのいわゆるその関係性にどっかでこう夫婦が生まれたっていうか、具体的に何かが起きてるんじゃないんですけど、はい、それをからこうちょっと精神を病んでしまった男の再生の物語と言ったらいいですかね、はい、なんかボロボロになりましたけど、はい、いや、まさにそうですよね。で、まあ、全然その物語とはちょっと違うんですけど、僕も実は友人で その、まあ、そういう病気の友人がいたりとかして、すごいある意味リアルやなと思って見てたんですよね。あ、なるほど。実際にこの精神科医の先生と会ってお話しすると、自律神経失調症という病名は存在しないっていう、そうですね、ですね、はい、で、ところがネットとかいろんなことを見ると、自律神経失調症って実際に言われてるんですよね、はい、精神科医さん。そうです、そうです、そうです、はい、これがだからその先にさらにひどくなる統合失調症になったりとか、あるいは躁鬱になったりとかっていう、はい、ことで、実際にこの佐藤靖さんっていう、はい、小説が原作者なんですけど、はい、彼が実際そういう風になってた時のことをモチーフにしている小説を原作にしているっていうことではあるので、まあある種彼が書いている世界なんで、リアルといえばリアル、うん、だからその周りで関わっている人たちの難しさっていうのもすごい表現されてて、奥さんなんて本当にね、奈緒さんがされてる奥さんなんて、はい、やっぱり自分が悪かったのかって、自分に責任をやっぱりこう求めてしまったりとか、うん、なかなかやっぱりずっと周りにいるって難しいですよねって、そうですね、なんかすごく感じましたね、うん、なんか今言われたそのことって実際そういうやっぱいるんですね、何人か、うん、やっぱ周りの人間の立場からそういうふうなことを感じたっていうのを言われた感想をいただきましたけど、はい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 、実際の小説は、うん、奥さん出てこないんですね。あ、なるほどなるほど、はいはいはい、主人公が設定としては東京に住んでいる一人暮らしの男が、はい、そうなって、行くって話で、ほとんど全編モノローグで語られている小説なんですが、今おっしゃられていることにつながることなんですけど、それをやるとちょっと映画としても分かりにくいというか、世界が広がらないので、やっぱそれを見守る誰かっていうことを、一応映画的には置くことで成立させようというふうに思って、はい、それの一つの案として、実際の佐藤さんが自律神経失調症を患った時のタイミングっていうのが、福間健二さんっていうの作家で、はい、詩人で映画監督である人がいるんですけど、はい、その人が書いた年表だと、うん、結婚してるタイミングなんですね。あ、なるほど。それだったらそこにちょっと原作ない奥さんというのを登場させてみようかということで、この物語をちょっと映画的に作り直してるっていう側面があります、ね、なるほどなるほどなるほど、はい、そういうことですね。いや、まあ、僕もだから原作は読みしてないので、僕基本的に映画見るときにあんまり事前情報を 見ずに、あ、それが一番いいですね、見るタイプなので、うん、今回のも事前情報なしで見させてはいただいたんですけども、はい、まあ、最近のあれでそのいわゆるネットで送られてくる、ネットで見るみたいな形なので、見た瞬間にまず最初に、あ、しまったと思ったのは、最終的にはパソコンで見たんですけど、これちゃんとやっぱり映画館で見ないといけない作品だって、一番最初のファーストシーンで思いました。だから一番最初 のスケボーで少年が走ってるシーンからずっと始まるじゃないですか、はい、で、シーンからしてやっぱり暗さの調整というかグレーディングの問題もあるんですけど、やっぱちゃんとその映画館で見ていればものすごくそのいろんな音が聞こえたり、いろんなものが見えたりとかする部分が、やっぱパソコンでこう小さい画面で見てるとなかなかちょっと感じられへん部分ってあるよねってすごく思ったんですね。
だからやっぱこう大スクリーンで見ないといかんなってつくづく思いました。あのそういう意味で言うと僕は見る上では違うんですけど、はい、自分の映画で 5.1 サラウンドって嫌いだったんですよ。はい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 、はい、要は 音が散ってくる。スターウォーズとか、はい、ああいう SF 映画はいいんですけど、はい、普通の映画で 5.1 サラウンドっていうのが、はい、音が広がるのがある程度広げるのはいいんですけど苦手なんですが、はい、これは初めてやったんです、うん、5.1 サラウンド、はいはい、なんで今おっしゃられてるように音の広がりとか音のディティールっていうのは映画館で見ないとわからない空間で、絶対わからないと思います。ちょっとしてるんですね。小さな音までね、そうですね、表現している部分があるじゃないですか、はい、だからその辺はやっぱり映画館で聞いた方がリアルに体験できるんだろうなってすごく思いました。はい、だから映像がまずすごく美しいのと、まあその函館の街のその綺麗さとか、いる田舎らしい街というか、はい、海が近くてアップダウンもあってみたいな、そういうその街の佇まいみたいなのも含めてやっぱり感じたいって考えたら、小さい画面で見るんじゃなくて大きなスクリーンでこれ見るべき映画だよねっていうふうに思いました。そうですね、難しいですね。今もう配信がメインになってきてると。そうなんですよね。こういう作り方をするっていうのがはい、すごくよく感じるのはアラビアのローレンスというのがあって、はいはい、あれはやっぱり映画館で最初に見た時に、うん、豆粒のように砂漠の向こうからやってくるローレンスを延々ワンカットで見せてるっていうことに感動があったわけですよ、僕は。はい、わかります、わかります。だけどあれは70ミリで撮ってますし、フィルムの、はいはい、映画館で見ない限りにおいてはただの退屈ですよね。そうですね、はい、もうそういうことなんですよ。でもただ、はい、それが一概にじじいのように、いやいや映画はそういうことなんだよって言ってられなくはなってきてるなとは思います。まあ確かにそうですね、はい、まあ、僕も黒沢作品の初期の方のやつとかも、はい、ものすごく小さい豆粒みたいな人が戦ってたりとかするのがあったりとかしますから、はい、そういう意味で言うとやっぱり映画館で見ないとみたいな話は、そういう作品はそうなんですけど、ただこの作品が僕すごいいいなと思ったのは、まあ、もちろんその絵としての綺麗さって、その、なんて広い絵、その大きい絵として、はい、情景としてあって、その中に動いている人っていうものが見せてくれる表情っていうのがいいなっていうのもあるんですけど、やっぱり小さい画面だと小さい画面でしか伝わってこないものがあるんですよね。でも大きい画面で見ればもっといろんなこと感じられるんだろうなって想像させてくれる絵だったので、僕がまだ見れてないですから、そこが。だからそういう絵なのでしまったってその時すごく思ったんですよね。なるほど、はい、はい、だからその絵作りというか、その基本的には、あんまりアップがなくて、だいたいフルに近い形のサイズでずっと抑えてらっしゃる中で、それぞれの表情とか、そのセリフもそんなにめちゃくちゃ多くないですもんね。そうですね、はい、はい、でその中でいろんなことを考えさせられながら、物語を追っかけていったっていうのがすごくあったので、うん、何でしょう、そのよりこう心の中に伝わってくるっていう感じが しました、うん、私としては。ありがとうございます、はいはい、最初の方のところで奈緒さんが出会ったキタキツネが犬だどうだっていうところがラストの方で回収もされていくしみたいな、仕掛けもしっかりあって、それが示すものが一体何なのかみたいなところも含めて、この物語っていろんなことを考えさせてくれるなっていう、はい、すごくそういうふうに思いました。はい、まあ、何よりまああんまり突っ込んだ話はともかくとして、東出さんの、まあ、久々の作品というかになるかと思うんで、主演作としては。そうですね、はい、でもやっぱすごくいい表情されてましたね。そうですね、東出君は良かったですね。どんな感じなんですか、今回その演出するところで一番こう気をつけられたというか、っていうのは何かあるんですかね。まあ、基本的に僕の作り方っていうのは、いわゆる説明するような芝居をしてくれるのと、まあ、極端に言うと芝居しなくていいよと、うん、そこに生きててほしいというのが僕の望みで、うん、東出さんもいろんなインタビューで言ってますけど、うん、すごく彼は真面目で役に取り組む人で、佐藤康、函館のシネマアイリスが作るの5本目になるんですけど、はい、ブランド力っていうか、
あのいわゆる映画業界の中ではやっぱ圧倒的な力があるんですね、はい、だから出たい俳優さんがいっぱいいる、うん、で、こういう小さい予算の映画であろうとも東出さんがやりたいと割と2つ返事で本を読んでやってくれることになったのは、はい、まあ、そのブランド力の要素と、まあ、本を読んでくれて本を聞いてくれたことなんですが、一つは先ほどからおっしゃってる自律神経失調症という病の問題があって、でこれっていうのは調べたりある程度なんか作っていかないとできないことではあるんで、うん、彼は彼なりにいろんな調べ方、友達とか知り合いとか、うん、あるいは精神科医に会ったりとかってこの撮影が始まる前にしてるらしいんですよ、はいはい、本人から聞いたことですけど、ですけどある特定の病を患った人のおかしくなった人の話をメインの話ではありますが扱ってるのは、誰でもどんな人でもそういう要素っていうか心の引っかかりとか病ってあるだろうと、病というかその闇みたいなものっていうのは、はい、そこに至ることがかぶってくれればいいので、事実とかそういうことよりもやっぱ何を抱えてるかっていうことがどう見えるかっていうことなんで、うん、まあ、あの一生懸命考えてこういうことだっていう形、まあ、いや言ってみれば形なんですが、うん、その形にこだわることをどうやって僕が取っ払ってやれるかなと。だから俳優っていうのはその最終的には自分が映るわけで、いくら監督が演出してようが自分が映ってことっていうのは、その上手い下手あるいは良し悪しっていうのは俳優自身が背負うことなんで、怖いことだと思うんですよね、はい、なんでそれは僕がOK だよって言ったら OK なんだっていうふうに信じてもらえる関係性をどう作るかっていうのが、なるほど、とっても大事なんで、はい、なんで僕はなるべく芝居をするなっていう方向にでどんどん作っていこうとする東出さんに対していいんだと、考えないでこの場にいてくれと、今函館という町があって純子がいてとかあるいは賢治がいてっていうことをただ感じてくれればいいんだっていう、でそのことでもう一応いっぱい考えてきてるわけだから、うん、今は考えなくてただ感じてくれればいいんだという方向をこう飲んでもらうというか、受け入れてもらえる状況をまずは、うん、まあ、東出さんは特に主役だし、はい、彼が抱えてるものってとかいろんなことがあると思うんで、まあ、特に主役が大変だと思うんですよね。なんでそういうことを感じたんと思うんですけど、もう片方では大東俊介という俳優さんが出てて、はいはいはい、大東さんに随分助けられた部分があって、うん、僕はあの大東さんの前の作品ですけど、脳性麻痺の女の子が作った、はい、37セカンズっていう、はい、あの、いっぱい賞を取りました、はい、それのに出てる大東俊介を見て、大東俊介がいいなと思って出てもらったんですけど、うん、その大東さんって僕が見たら、なんだろう、こんなに無防備で何にもしないでスクリーンの前にっていうかカメラの前に立てる俳優ってそういないだろうっていうふうに、で大東さんがいいなと思ってお願いしたんですが、それはあのうまくいきましたね。なんていうんですかね、例えばおかしくなって病院に行けない連れてってくれって現実という回想シーンがありますけど、はい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 、これってほぼあの助監督の狙いで順取りで撮れてるんですよ、うん、ほぼですから多少前後してますけど、はい、で2人のそれ時間軸の順取りですんで、はい、回想シーンが彼らのクランクインなんですよ。なるほどなるほど。一番最初に撮ってるんで、でこっちもですけど、映画作りって作っていく過程で俳優との動きとかいろんなことを見たり、いろんなことを積み重なっていくことで役ができたり、はい、映画のルックが見えてきたりするんですけど、いきなりあれを撮るとどこまでおかしいっていう状態を作ればいいのかって正直わからないんですよ、うんうん、僕も、うん、はいはい、でなんか監督によってはこういうビジュアル、こういうイメージ、こういう舞台っていうのがあって、そこに持ってくるためにこう狙っていくタイプの監督もいると思うんですけど、はい、僕はどっちかというとその場の空気とか俳優さんのリアクションからこう触発されたりいろんなことを考えるタイプなんで、はい、で東出さんがあそこでああいう芝居をした時にいいのかっていうのがすごく迷ったんですが、うん、はいはい、その時に大東さんがいて、うん、大東さんが、一番最初の方はものすごく友達として心配してくれたんですよね、うん、はい、今一番最初におっしゃられたことにつながることですけど、うんうん、友達としてどう接するかという問題の、うん、でそのことで言うと、いや友達、僕が考えたのはその時は大東さんだったらそういえばあると思うんですけど、はい、いやそういうふうにしないでくれと、
だから彼が落ち込んでるということを例えば笑いながら話すような、あるいは当たり前のように受け止めるような存在でいてほしいと、うんうん、大丈夫か大丈夫かって大丈夫だって絶対言わないで、うんうん、本当にまあどうするか、じゃあパン買ってくるよとかって、うんうん、普通の会話をしてくれっていうふうに、うん、いや、まあ、どうしてもあの東出さんの状況を見ると心配になるのは当たり前なんですけど、うんうん、そういうふうに心配しないでくれっていうことを大東さんに要求して、そういうふうにどんどんなっていった時の、あの東出さんの芝居とのバランスが結果 A になってるっていうことで言うと、はいはい、そういうようなことだから、基本的には自然にその場にいてくれっていうことですね、こういう映画ですので。なるほどなるほど。まあ一つお芝居って記号でもあるんで、うん、今特に、アニメーション全盛期のこの時代、はい、あのどん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 あの人間の芝居も記号化されてってんですね。わかります。キャラクターも記号化されてるし、はいはい、怒りという記号がそこに提示され、うん、喜びという記号が提示されるわけです、はい、だけど僕らが作ってるこういう映画って怒りと喜びと悲しみとかいう記号ではなく、その間のそれはもしかしたら怒ってるのかもしれないけど、怒ってるなのかっていう、怒るということ自体がどういうことかっていうことがもうちょっとこう複雑っていうんじゃないですけど、記号ではない、いわゆるデジタルの時代に01ではないようなものを見せるということが一つの、こういう小さい映画のある種の使命でもあると思うので、そういうことをどういうふうに見せられるかということを役者とのキャッチボールで作っていったって感じですかね。あの僕はあの実はのシナリオをちょっとそのシナリオスクールで学ばせてもらったことあるんですけど、その時によく言われたのはセリフは嘘をつくっていう、うん、あのことをよくね、あの言われる、はいはい、多分そのことだと思うんですよね、はいはい、要はあの、うん、僕も、逆の立場で、はい、あの教えてるんですけど、はい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 、はい、シナリオのルールっていうのがありまして、うん、映らないことを書くってことなんですよ。はい、はい、そうですよ、はいはい、映らないことって何かっていうと心なんですよ。そうですね、はい、気持ちなんです。今おっしゃったように、はい、セリフ嘘、人は嘘をつくんで、はい、小説の場合は本当のことを言ったっていうふうにできるんですよ。そうですね、はい、だけど映画の場合は前のことが好きだよって言ってもそれが嘘の場合もあるし、そうです、嘘じゃない場合もあるわけで、はいはい、でそんなことは分かんないんですよ、うん、場合によって本人も分かんないんですよ。そうです、人っていうのは、はい、っていうのがあのいわゆる実写映画の面白さなんですが、はいはい、今そこが分かんないことがお客さんにとってのフラストレーションになって、そういう映画っていうのがどん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 なくなっていってるんですよ。はい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 、で特にメジャー映画はそうじゃない映画、ハリウッドはちょっと別にしても、うん、あの本当に今この人は何を考えてるか逆に如実に分かる、はい、映画しか勝ち残っていけない時代の中に、はい、こういう映画作って間に合うか大丈夫かとは思ってますけどいやでも僕はすごい、何でしょう、こんな言い方したらいいんかどうかわからないです。僕は好きな映画のパターンだと思います。はい、というかやっぱり人間の自然な感情っていうのはそのセリフと芝居じゃなくて本当に佇まいだと思うんですよね。それをどう見せていくかっていうのは、我々やっぱり絵を撮る人間としては、そこを目指していかないと、言葉で全部表現しちゃったら全然その映画でやる意味がないというか。そうですね、はい、だから映画ってやっぱり、もっと言うと僕が考えている以上のことがそこに生まれてこないと映画やる意味がないというのは。ああ、なるほどなるほどなるほど、はい、だから、わかります。黒沢さんとか溝口さんとか小津さんとか天才は別です。はい、天才はその人の頭の中をお客さんが見れれば傑作です。はい、僕みたいな何でもない人間が映画だったらやれるって思えたのは複合的なことなんですよ。はい、だから監督 の素晴らしい才能だけではなく、いろんなものがこう積み重なっていって化学変化の先に映画が生まれるんで、こういうことを思ってたけどこうじゃないところに行ったことが良ければそれはそれでいいじゃないかっていうのが映画の面白さでもあるんで。うんうんうん、なるほど。ええ、はい、なんか僕は今すごいいい授業を受けたような気がします。いやいやありがとうございます。はい、そろそろちょっと締めに入らないといけないので、はい、締めさせていただきたいと思うんですけども、はい、はい、僕もあの4年間大阪にいましたので。ああね、そうなんですよね、はい、大阪芸術大学です。そうですよね、岸というか、はい、あっちの方で、はい、そうです、そうです、富山市と岸の間に、富山市、はいはい、大学の平和寮っていうところに、はいはいはい、そこまで住んでましたんで、
僕あの芸大ではないんですけど、芸大の知り合いがすごく多くて周りに、はい、あのやっぱり映画関係者、芸大出身者は関西多いので、そうですね、はい、なので友人には芸大関係者がすごく多いんですけど、はい、なのでいろんな話はお聞きしてますが、はい、ぜひですね、あの関西で学ばれた、監督の作品ですから、関西の方にもたくさんご覧いただきたいなと思います、はい、じゃあ最後に一言だけ、じゃあ監督から、締めていただければと思います、はい、映画って入り口がどういう形でもいいと思うんです。あの東でかっこいいから入ってもらっても、あるいは奈緒がかわいいから入ってもらっても、でもっと言うとこの若者たち、あのかやをはじめとする、うん、林、峰幸3人、はい、若者がいるんですけど、彼らの映画初めての出演です。彼らのみずみずしさというか、今空前のスケボーブームらしいですが、はい、あのかやはあのオリンピックのどっちかの閉会式か開会式にも出てたらしいんですが、はいはい、はい、結構なプロの スケーターなんで、はい、彼の滑りを見てるだけでもなんかすがすがしいものがあるので、はいはい、そこから入ってもらっても彼にもある程度ファンがいると思うんですね、はい、そういうなんかスケボーをやってるやつらが、僕はこれもちょっと自負してるんです、はい、あのちょうどあのこれを撮る直前ぐらいにスケボー映画がいくつか、はい、あのアメリカとかでもあって、はい、スケボーの撮り方っていうのはちょっと意識したんですけど、一番スケボーがうまく取れてると僕は自負してますので、はいはい、それもそういうとこから入ってもらってもいいので、はいはい、より多くの方に見ていただければと思います。なるほど、だからだったんですね。いや僕何も知識なくて見てたかんで、一番最初にやたらスケボーのシーン長いなと思ってたんですけど、はい、そういうことですね、はい、そうですね、あの、はい、まあ、スケボーって原作には出てこないんですけど、はいはい、なんかあのまず街を見せるっていうことですか、うんうん、その意味と含めてああいうことをちょっと、はい、あの言って、結局あのキャスティングする時もスケボーができることがまず第一条件で選んでるんで、はいはい、彼らはやっぱちょっとスケボーのテクニックピカイチなんで、はい、こんなことできるこんなことできるって言って、やりますよ何でもできる子だったんで、はいはいはい、それでもそれを見るだけでもかっこいいと思うんです。いや、かっこよかったですよね、でも本当に、はい、はいはいはい、わかりました。じゃあ、まあ、いろんな入り口からですね、たくさんの、ね、はい、作品を鑑賞していただいて、まあ、ある意味その、はい、映画ってこういうその楽しみ方するんだよっていうのをこの作品通じていろんな方に感じてもらえたらいいなって思いますね、はい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 、今日はどうもあのお時間いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。我々もその、ね、番組で扱う以上はあのまたこの作品のことはいろんな形で応援させていただきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、いえいえ、と思います。今日はどうも本当にお時間ありがとうございました。どうぞ、ありがとうございました。お父さんに紹介してもらった仕事だから、和夫さんも頑張ろうって無理してたんじゃないかなって。しばらくは失業保険。焦ることはないですよ。人生はあなたの年ではまだ始まったばかりも同然ですから。ね、今日はもうやめといたら。一日休んだら振り出しに戻るんだ。本当狂ったように走ってるんだ。車ないように走ってるんだよ。なんでこうなっちゃったんだろうね、私たち。今までのことを考えてました。僕が純子にしたこと、純子が僕のためにしてくれてたこと。